どうも、竹鶴です。本日はあっぱれというか、私のこっそり練習ということで、今回はパートナー一人を呼んでます。こちら、ドン。はい、高弘です。こんにちは。高弘さん、よろしくお願いします。お願いします。日曜に向けて、平日の練習がとても大事になります。社会人にとって限られた時間ですけども、短い時間、今回は1時間で練習していこうと思うんですけども、お金のあまりない、節約したい、私、ドンキによく行くんですけど、ドンキでめちゃくちゃ面白いの見つけたんですよ。僕もよく行きます。これ、おストレッチハーツ。全身のほぐし、剥がし、ストレッチで体中スッキリするやつっていう、コストパフォーマンスっていうの書いてあったんで買ってみました。高倉さん、見たことあります？これなかなか面白い形してますよね。面白い。どこが上で、どこが下で。まず、一番の売りというのが肩甲骨、これ一瞬で作るらしいんですよ。硬い、硬いですよ。めちゃくちゃ硬いです。本当にピッチャーで、柔軟性ある方が怪我もしないし、はいはい、でその動きの幅が出るから、まあストレートの伸びとか変化球のキレとかにつながると思ったんで、ちょっと今回買ってみたんですけど。なるほど。持てない。これを、はい、上下動する。おお、ごめんなさいね、ちょっとシュールでね。効いてそう。痛い、痛い、気持ちいいやつ。伸びてる。言いますよ、つかないにしても、はい、さっきより柔らかければいい。まあそうですね、ストレッチだから。はいはいはい。まだほんと1回しかやってないですからね。おお、マジですか。いや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 、マジで、やばっ。っちゃったてか、てか、投げ止まってました。あ、漏れた漏れた漏れた、がっつり。これはきつい。で、今言ってそんなやってないですけど。あ、でも柔らかくなってるわ。あ、全然違う。これ効くわ。一気に汗かいてきた。やばい。これテカリ出した。こうして、おう、で肩甲骨に当てるらしいんですよね。おうおうおう。で、はい、腕を曲げず、はい、なんかこういうストレッチ。なるほど。するらしいですね。よく温泉行くと、はい、すごいマッサージしてやる。はいはいはい。あれの最強バージョン。こうして。あー、すごいわ、肩甲骨。あー、すごい。あー、いいわ。投げる最初、投げ始めはゴリゴリって言うんですよ。今ない。新屋さんとの時あるじゃないですか。ありましたね。あの時のキャッチングめっちゃ良かったんですよ。あれを見てですね、今回共演したいなと。はい、高倉さん。はい。ちょっと普段、まあ、カメラを回していただいて、うん、サポートしていただいておりますが、打ち対決。僕立つだけないですよ。打っていいです。あ、弾き返します。
ます。ありがとうございました。あっぱれのこそ練ということでいかがでしたか。最初ですから手加減してたんですね。あれ最近調子いいから佐々木先生気を使ってくれる、ね、そうですそうです。あーキャッチャーっぽいな。なんかバッサリ言ってるんですよね。あーちょっとですね、ちょっと忘れますあんだけ皆さんの試合見たらそれ来たくなりますよ。今後ですね高田さんと一緒にやっていきたいなと。見る見る頑張っていきましょう。ありがとうございました。なんか最近調子もいいですけど、はい、なんか変えたり気を使ったりしてることあるんですか。まあ、これとかさっきあの練習中も飲んでたんですけど、はいはいはい、あの EAA を取ってて、はいはいはい、運動中とかって固形物取れないんで、はい、そのタンパク質をめっちゃ細かくしたらしいその EAA を飲んで、はい、体作り、そしてエネルギーのチャージとか、はいはい、とかいろいろやってます。あとサポーターしたりとか、はい、さっきもしてましたね腕に、まあ、こんなやつ、おお、高のエベルトっていうんですけど、はいはいはい、半袖とか着るときに、はい、これを直でつけちゃうと汗もちょっと肌が、そうですね、ちょっと痛いんでこういうサポーターつけたりとかして体を守りながら、おお、よりいい体の動きにしていくっていうのを今年2021年特に意識してて、やっぱ竹虎さんも怪我を乗り越えての今シーズンですからね。いやそうですね、本当に怪我しかしてこなかったんで2020年は、まあ、あとは、まあ、やっぱり野球選手にとって目は大事ということで、はい、ホットアイマスク箱買いしました。僕も使ってますでもドンキホーテには宝がいっぱいあると。長居しちゃいますよね、いうところでまたいいのがあったら呼びます。そうですね、僕も使いたいです。ドンキ行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。我々野球人を支えてくれる野球ショップを応援したい。というわけでコロナに負けるなをテーマにした T シャツを作りました。ちょっとでも野球ショップに行くきっかけになればと思います。まだまだ大変な世の中ですが、野球人は負けないんだ。そんな思いで日々頑張っていきたいと思います。詳細は動画概要欄にありますので、よければご覧ください。